ピットから戦況を見つめるバージェス・ジェレミー・バージェスは、オーストラリアのアデレード・ヒルズ出身の、モーターサイクルレースエンジニア。チーフエンジニアとして、ワインガードナー、ミック・デューハン、バレンティーノ・ロッシュという3人の世界チャンピオンと共に、働いたことで知られている。若い頃に、アメリカの著名なチーフエンジニアであるジョージ・ブコマノビッチ、とアーブカネモトの下で技術を学び、 フレディ・スペンサーが 500cc クラスのタイトルを獲得した1985年にはチームのメカニックを務めていた。バージェスが担当したマシンはランディ・マモラの鈴木、ロン・ハスラム、フレディ・スペンサー、ミック・デューハン、バレンティーノ・ロッシのホンダ、そしてロッシと共に移籍したヤマハと各メーカーにわたる。1980年にグランプリチームに加わって、以来、バージェスが メカニックやエンジニアとして関わったマシニアライダーは2009年11月までにグランプリ通算157勝を挙げており、また表彰台フィニッシュの回数は280以上を数える。1953年にアデレードヒルズの農場を営む家庭に生まれたバージェスは幼い頃から機械に囲まれて育ち、8歳の時に初めて車の運転を経験し、12歳の時には 最初の自身の車を与えられた。学校を出た3日後には、最初のレース用オートバイである1969年ま鈴木 T500 コブラを手に入れ、1972年から1979年まで、オーストラリアのサーキットでレース活動をしていた。この頃、一緒にレースをしていたライダーには、グレッグ・ハンスフォード、ウォーレン・ウィリング、ケニー・ブレイク、ハリー・ヒントンらがいる。 自分で整備した鈴木 RG500 でレースに出場して、好成績を収めた頃が、バージェス自身のレース活動におけるピークだった。1980年2月、自身のレース活動を広げようと考えたバージェスは、本場のグランプリレースを見るために、ヨーロッパに渡った。しかし実際のレースを目の当たりにして、すぐに自分がグランプリに出場するには年を取りすぎており、 またそのための資金も足りないということを悟った。バージェスはイングランドのサリーにあった友人の家に滞在していたが、この友人が鈴木 UK で働いていたことから自分をテキサコヘロン鈴木チームにメカニックとして紹介してくれるように頼んだ。この時すでにバージェスはオーストラリアやニュージーランドでのレースを通じてヘロン鈴木のライダーであるグレーム・クロスビーや ランディ・マモラ、メカニックのミック・スミス、チーフ・エンジニアのジョージ・ブコマノビッチらと知り合いだったので、ある。こうして、マモラのメカニックとして、グランプリチームに加わると、その年の7月に行われた、ベルディ・ GP でマモラは、グランプリ初優勝を挙げた。バージェスは1983年まで鈴木で、マモラとブコマノビッチと共に働いた後、 その後21年間にわたって在籍することになるホンダに移籍した。ホンダに移籍したバージェスはイギリス人ライダーであるロンハスラムのチーフメカニックとなった。そして1985年にはフレディ・スペンサーのチームに移りアーブ金元の下で 500cc のマシンの整備を担当することになった。1985年はスペンサーが250。 cc と 500cc のダブルタイトルを取ったことで注目を浴びたシーズンであり、バージェスにとっては自らが担当したマシンが初めてワールドタイトルを獲得した年となった。翌1986年、バージェスは昇格してスペンサーのチームメイトであるワインガードナーのチーフエンジニアとなり、ガードナーは1987年にタイトルを獲得した。1989年からは ミック・ドゥーハンのチーフエンジニアとなって、ドゥーハンの5年連続チャンピオン獲得に貢献した。1999年に、ドゥーハンが怪我のためにレースを引退した時、多くの大きな事故を見てきたバージェスも、これ以上ライダーがクラッシュするところを見たくないと、引退することを考えていた。しかし、バレンティーノ・ロッシが 500cc クラスに、ステップアップすると同時に、 ホンダへ移籍した際、移籍のための条件としたのが、バージェスがエンジニアとして自分のクルーに加わることだった。バージェスは、ロッシの 500cc クラスデビューと同時に彼のチーフエンジニアとなり、その後、ロッシのメーカーをまたいでの5年連続を含む7個の最高峰クラスタイトル獲得をサポートした。 2004年、ロッシュはバージェスをはじめとするスタッフを引き連れて、ホンダの最大のライバルであるヤマハに移籍した。ヤマハのマシンになれるための期間が、開幕前の数週間しかなかったにもかかわらず、ロッシュは4月の開幕戦、ウェルコムで開催された、南アフリカ GP で優勝を飾った。そして、ロッシュがこの年、 異なるメーカーのマシンで2年連続タイトルを獲得するという異業を成し遂げるのに、バージェスは重要な役割を果たした。バージェスは、ドゥーハンと共に働いていた1993年に、チームのメインスポンサーであった、ロスマンズで働いていた女性と結婚した。家族は、今、彼女との間にできた子供と共に、オーストラリアで暮らしている。レース以外では、オージーフットボールに夢中になっており、 中でも、アデレード・クローズの熱狂的なファンである。ありがとうございます。